皆さん、明けおめどうも、正月ボケで数の数え方を忘れてしまいました。ゆっくり霊夢です。正月ボケってレベルじゃねえ。ゆっくり魔理沙だぜ。正月ボケって怖いよね。ゆっくり霊夢です。初投稿での最初の話題が正月ボケって、ゆっくり昨夜です。チャンネル解説したぞー。イエーイ。いやー、ここまで本当に長かったですよ。たくさんの試練を乗り越えてきましたからね。お前はただサボっていただけじゃねえか。ただ自分に甘えてるだけやん。まあまあ、過ぎたことは水に流しましょうよ。流せるようなことじゃないんだけどな。あのさっさとチャンネル紹介してくれません。早く帰りたいんですけど。お前はもうちょいやる気出せや。本当にこういう百科事典ですから早く終わらせてください。え？これ初投稿だよ。最初の動画これでいいの？どうせすぐ失踪するだろうし鼻から期待してないよ。はい、チクチク言葉。もういい加減に紹介してくれませんか？こんなクソ茶番みたいやつ一人もいねえよ。はいはい、わかりましたよ。というわけで、これからこのチャンネルでは、ロボトミーコーポレーション、エイペックス、をメインに投稿していきたいと思っています。すまん、画面がうるさすぎて頭に入ってこないんだが。しかも編集クソ雑やし、やる気あんの？ないです。自信満々に言われても困ります。というわけでロボトミーコーポレーション実況やっていきましょう。急に実況もどんなかす。ていうか少し気になっていたんですけど、なんで1日目からじゃないんですか？終わらせねえよ。録画ミスしました。申し訳ございません。本当に続くか怪しくなってきたんですが。それでは8日目スタートです。もう疲れたからいいや。それで、今は何を収容しているんですか？今の収容メンバーをまとめるとこんな感じです。何一つ理解できねえよ。下二つに関してはうつ主の感想ですしね。それってあなたの感想ですよね。こうやって日本からは言論の自由がなくなっていくんだね。この表が意味わかんねえから作り直せってことだよカス。はいはい、わかりましたよ。ニコニコじゃねえんだからよ。ということでバッサリカットして絶賛残業中です。霊夢さん宇宙のかけらが脱走しています。おっと、鎮圧部隊を向かわせないとですね。おーれはでや、鎮圧完了です。最後まで言わせてやれよ。頭文字 D が出てくるのでダメです。頭文字 M よりかはマシでしょ。お前ら初回から危ないことするのやめてくれ。ちなみにうつ主はチキンなので音楽は入れませんでした。当たり前だろ。チャンネル潰すずか。潰したくないなら初めからやらないんだよな。ただのド M で草。ていうかなんで TT にプロトコル使わないんですか？逆にその頃の私が知ってたと思うか。このゲームやめちまえ。2倍速も知らないただのゴミ。やい、ムキムキ。さっきから集団リンチが過ぎませんかね。ひどいな。せっかくいじられキャラとして定着しようとしてあげたのに、こっちはいじられすぎて引きちぎれそうなんだよ。ていうかさっさと残りのエネルギー集めて終わりましょうよ。誰のせいでこうなっているのかな。撮影はウプ主一人だからウプ主のせいだろ。そうか、ウプ主のせいだったのか。勝手に責任を押し付けるのやめてもらっていいですか。事実なんだよな。てか地味肉。まあまあ、もうすぐ終わりますから、先に夕食の準備でもしててください。ください、ください。というわけで8日目やっていきましょう。何やってんだお前。まさか美女と野獣の不可解目の抑圧作用を主力にやらせるなんてね。どうしましょう。夕飯のポテチもうできてるのに。そりゃあもう出来上がってるからな。ボリボリくちゃくちゃ、ボリボリくちゃくちゃ。食いながらやるなよ。その気を言いながら食ってるやつ初めて見ました。大丈夫です。次は失敗しませんから。次は？なんだっけ？孫どにも申し訳ございません。本気でこのゲームやめたら？本当に申し訳ないと思っています。2回連続で死者出すって、ある意味才能ですね。死者製造の、エキスパートナー、絶対に嫌だ。そしてそのまま終わったとさ、嫌がきすぎでしょ。疲れたんだ仕方ないだろ。ただ編集下手くそなだけなんだよな。ちょっと黙ろうか。あ、はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。これからも適当に動画上げてく予定なので、チャンネル登録と高評価をしていただくと嬉しいです。それでは皆さんまた会う日まで。さようなら。さて撮影も終わったことだし、さっきのポテチ食うか。あ、それさっきゴキブリが入っていきましたよ。構わん。食う、しょ、お前と縁切るわ。あ、それだけはやめてください。